はいここからはキラフェス、えー、スペシャルトーク2ということでこの方々にお越しいただきました糸井重里さん田中博信さんですよろしくお願いしますあと引き続き小賀さんもよろしくお願いいたしますありがとうございます言っていただいて分 <laughs> かりました <laughs> 申し訳ありません のぶ、えー、さん、先ほどツイッターにもあの控室の様子などアップ写真付きでアップしていただいてああ、なんかね、昨日会わない人と同室になっちゃったんで、ちょっとなかなか。<laughs> もしかして、お隣の方。何の話でしょう <laughs> ぜひ皆さんもツイッターであのお二人の仲の悪い写真をチェックしてみていただきたいと思います。えー、お伝えするまでもないかもしれませんが、ここでお二人のプロフィールをご紹介したいと思います。糸井重里さん 1948年群馬県生まれほぼ日代表71年にコピーライターとしてデビュー不思議大好きおいしい生活などのキャッチコピーで一世を風靡されました作詞や文筆ゲーム制作など多岐にわたる分野で活躍され98年にほぼ日刊糸いと新聞を解説ほぼ日手帳など人気商品をはじめお買い物のイベント生活の楽しみ店やほぼ日のアースボールほぼ日の学校などさまざまに展開されています えー、そして田中宏信さん1969年大阪生まれ1993年に株式会社電通に入社24年間コピーライター CM プランナーとして活動されました2016年に退職成、えー、年失業家と自称しフリーランスとしてインターネット上で執筆活動を開始2019年「嫌われる勇気」の内容を参考にしまくった上大幅に簡素化してなんとか書き上げた初の著書「 読みたいことを書けばいいよさらに出版社まで真似してダイヤモンド社から上司ご本人からいただいたプロフィールで決してこちらで用意したものではございませんのであしからずなんと失礼なことを。 定団を生定団ということでどんなお話が飛び出すのかあの私ずっと見ていたんですけれども打ち合わせは一切しておりません <laughs> 踊りの練習だけはしましたけどね <laughs> あとそのスリーショットになるとなんか比率がおかしい僕だけ大きいような感じがするんで<笑><笑>これはレンズの歪みのせいでこれは違うんですよこれ全くね事実とは異なる <laughs>、うん、少年漫画の強くなってく人が戦う相手みたいな, <laughs> なん、ね、だんだんでかくなってくるおかしいあのでかさがでかわいわ 何 <laughs> <laughs> これ <laughs> はいえここからはですねもう特に進行もいらない3人でしゃべりたいということだったのでそんななことは言ってない <laughs> <laughs>、はい、3人であのお渡ししたいと思いますが、えー、ご覧の皆様にはツイッターで「ハッシュタグキラフェスト」トつけてお三方への質問を、えー、募集しております最後の方でですねぜひ取り上げさせていただきたいと思いますのでどしどし投稿してくださいそれでは 伊藤、えー、井さん博信さん小川さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はあ、えっと本当に来てくださってありがとうございますお二人ともあのこんな大変な時期にいや光栄です本当にもう <laughs> マスクしてきましたから <laughs>、うん、ありがとうございます、ね、今日まなんかこのアクリル板越しのなんか不思議な感じですけど、うん、時代が時代なんで無罪なら無罪って言ってもいい <laughs> <laughs> あのね初期感が効いてますからはい。 あのでもあれねあのこの時代だからっていうのはあるでしょうね嫌われる勇気いきなり大事なこと言いますけどだからコロナでね <laughs> みんながやっぱすごいあの場所的にも会うのも一苦労じゃないですか今日はオンラインでやりましょうかっていう話だったんだけど古賀、ね、さんもおっしゃってくださってたしスタッフの皆さんもじゃあ遠隔で田中さん喋るのはって言ってたけどいやこれ会いに行くのが大事じゃないかなって。 あーで、られる勇気が今また売れてるのは、うん、この社会状況の中もあるんじゃないかそんな分析はすっかり終わった後ですか今までのほ <laughs> 配信の中でいやいや、全然ですよ。あそう。はい、その辺伊藤さん、どうですか、まあ、今また、また売れているプレーボールっていう前になんかストライクを取ろうとしてる感じが <laughs> してたのずっと読み上げてる感じがねっきそういう面倒な話取った後で何でもあの無駄話ができると思って。はい いや僕もあの今日は誠心誠意、はい、あの冗談とかあんま言わずにもちろんやる, <laughs> やるつもりなんですが、ええ、今の「土直球」についてはちょっともうちょっと後にしてほしてあ後にしましょうそうですよねまあでもそういう課題が後であので話をされるというふうに最初に提示しておくとみんながすごい関心を持って聞いてくれると思うので本当か嘘か分かんないですけども。はい <laughs> ませんそれはそです、ね、はい、まず最初にですね3人の,あの関係から伺ってもよろしいですかちょっとあの口を挟んで申し訳ないんですけども、はい、もしかしたら何でこの3人なのかと思っている方もいらっしゃるかもしれないのでどうなんでしょう僕はあの糸井さんに、えー、取材をさせていただいたのがきっかけで,でそう一番最初にあの この嫌われる勇気が出来上がった時に、はい、糸井さんに手紙付きで検本させていただいたんですよね。はいはい、そうしたらあの糸井さんがその当時「ダ・ヴィンチ」っていう雑誌で、えー、この本に一目ぼれっていうコーナー担当されててでその中で紹介してくださったんですよ。でえー、っとわあ糸井さんが読んでくれたしかも紹介してくれたって本当に。 あのー、飛び上がるぐらいに嬉しかったのを覚えていますでその後、あのー、まあ度々取材させていただいたり、えー、ほぼ日一さんに遊びに行かせてもらったり仲良くさせていただいていてあの田中康信 です,ですもう定着してるやんか <laughs> 安信が、はい、<laughs> 糸井さんがね、僕の田中広信って名前を、あのー、ほぼ日の,あの永田さんが同じ漢字で「やす」って読むんで、僕のことも「やすやす」って言うから、だんだん定着して、最近は印刷物のふりがなにも「田中やすのぶさん」って書かれるようになって。<laughs> も<う>ローマ字で書いてありますよ、ね、ローマ字で。やねん <laughs> そうあのね糸井さんと,、えー、と初めてお会いしたのが、えー、5年ほど前の京都なんですけど、うん、その時に、えー、と僕はあのタクシーの中で糸井さんといろいろお話をした時に、うん、糸井さんが「じゃあ今度東京で、あのー、僕が食事会するんで一席設けるんでみんな集まりましょう」その中に「古賀さんにも会わせたいし」っておっしゃったんですよ。<ー>それ覚えてないの糸さん 大体いい今聞いたこと全部忘れてる <laughs> <laughs> はいそうで僕は糸井さんに「あのあ僕はじゃあ萌えがらさんを糸井さんに合わせたいんで」って言って<ー>僕たちは集まったんですよ<ー>で糸井さんがその時にご飯ごちそうしてくれてみんなで萌えがらさん古賀さん、えーえー、僕、えー、糸井さんそして永田さん集まって、えー、その後また麻生鴨さんが来たりなんかして、はい、そういう。 <ー>やっぱり糸井さんがあのー、あ、この人とこの人合わせますよっておっしゃってくださった、ね。なんか小玉よしみたいに聞こえない。<laughs> フィクサー、<laughs> 大丈夫。丈夫 <laughs> 両手でね、あ,あの、今、こう、なんて言語がさ、あの、代理店の人言語だからさ。その、一席設けますよとかさ、<laughs> 俺、そんなこと絶対言わないんだよね。<laughs> なんか自分がどんどんこ,うこだまよいしょみたいにこう描かれていくのはご飯食べるとかで集まろうかとかご飯食べようよとかいう程度の話で,うで、ねうん、<laughs> もうちょっとね昭和の巨悪っぽく言ってましたねなんかねそ,かな <laughs> それ集めて何の悪いことができるんだって何もなんないんだけどいや武器弾薬についての話をしようかなと思うんだ古賀さんに会わせたいっていうのはあったんですよで古賀さんとはだから知り合って 間もない時はまだ加藤さん何、ね、だっけあのドラッカーを女子高生が読んだよっていう本を書いた、はいうん、あの、ね、あ担当の <laughs>、ねね、担当の加藤さんと一緒に僕のとこによくいらっしゃってて堀江さんの「ゼロを出した時に特にいらっしゃっててで加藤さんが主にまああの ポール・マッカトニー役でその僕と喋ってたんで古賀さんはあの無口な好青年みたいにこういたんですけどジョージ・みたいな <laughs> ジョージ・ョーハリスンみたいにギター弾いたんですけどえなんとなくこれ書いてるのはこ,のこっちのこの人で加藤さんは書いてないんだよなとかこう思ってたら古賀さんのことがちょっとこう気になってその会話をうちのヤスと。 あの古賀さんって人が書いてるんですよねみたいな話をしてて、はい、でなんか面白いなと思って行き来がちょっと深まって、うん、で嫌われる勇気の時はまだゼロのあたりだからそうですねだからそんなに親しくなかったですね、うん、でその後だんだんと親しくなってで一応古賀さんはですね30年がか,かりぐらいで僕の本を出そうとしてくれてるんで。うん そのそれの名目でいつもいるんですよ。だから社員旅行とかも全部行ってんじゃないの。<laughs> そんなのもついててたそ。そうなんですよ。いろんなところに。だから本をどこから出すかもわかんないんだけど取材っていうのをずっと続いてるんで、はい、あの喋る機会も多いですし、はい、旅に行ったりとか余計なことをしている時間も多くて、で嫌われる勇気についてはあの褒めようが難しいっていうのをまず思ったの。へ<ー>うん。 だから、そのダヴィンチで紹介した時に、はいえー、どう書いたか僕よく覚えてないんだけど。うんうん、あ、あその、すごく褒めてある感じとは違う。違うでしょう。はい。だから、このやり方っていうのって、うん、ずいぶん、うなっかしいことするなと思ったんですよ。で、<laughs> 書いてある内容っていうのは、いわゆる、その、昔、こう、大した人がいて。 その人のことを紹介するっていう時にはドブーンと全部こうその人のいいことを言ってく必要があるからどうしてもこのケースでいうとアドラーでありえ岸見先生でありっていう人たちのペースでそのこの人のいいことを全部あなたは覚えなさいねっていう形になるはずで,で僕はあのたまたま「アドラー心理学入門」っていう本を読んでたんです。 もう一冊出なくてもいいんじゃないのって気持ちもあったんですよ。なのに出るっていうのはどういうことかなっていうので、うん、うんちょっと長くなって、はい、このままま分ぐらいしゃべるかもしれません <laughs> <laughs> どういうことかなって思って、はい、そうかあれはもっと普段本読まない人にも通じる話だから一回そういうたってつけで本にした方が確かに 面白いぞとで思った意図が分かったんでう、はい、んーなんかいいかもねって思うんだけど読んだらすっごく困ったんですよ。それは何かっていうと、はい、完全に劇画なんですよで、すよ顔が描いてない劇画でその青年っていうやつがいつもまなじりを消してて。うん でなんかこう先生それ失礼じゃないかっていうようなことを絶えず言ってて <laughs> <ん>で先生の方もまあそういうやつはよくいるからみたいな感じでいなしてるんだけどうんなんんていうう孫悟空とお釈迦様とかそのソクラテスの弁明なんかとはちょっと違うあの対話形式の本ってその哲学語る時には昔からあったパターンなんだけどちょっと青年の失礼が度が過ぎるかなと <laughs> はいその はそんなまた気分をっていうそんなたわごとは下水の中のリケッチェにンでも食わしてしまえみたいなそうそうそうそれで僕をたぶらかそうとしてるんですか、えー、もう二度と会うものか,か,か先生あなたの言ってることは嘘ばっかりだそうそ,う,そ,う,そう,うひどいじゃないですかねこれあのおとなしそうな古賀さんが書いてると思ったらおかしいんだよ <laughs> だから今の一冊馬倒芸の本ですからねそうですよ<ー>で 今の世の世中あんなはいねだからその非現実感にこれ知ってて書いてるに違いないから、はい、扱いに困るなと思って「<ー>どうしたの古賀さん」あの「<laughs> あなた何をしてるの?」っていうのをいくらなんでもこれはなと思ってあのー、言いにくかったんですよ。<ー> 紹介する時も僕は書くんだったらそのこと書きたいんで <laughs> いくらなんでもこの青年は激が過ぎると島耕作が出たとしたらもうちょっとやり過ごすだろうし本、うん、宮博の漫画でも一回は飛び出してって顔で石ぶつけたりするけども、うん、<laughs> あの悪かったおしょうって言って屋根の上で反省するだろうとこの青年のこのしつこい犯行ぶりは。 どうなんだよね<と>嫌われる勇気だけで済まないですからね<う>お前が嫌われるぞと <laughs> そうし幸せになるけどもう一回帰ってきますからねあれ、の、で、ー、仏の子がムサンドだよってこともあるしその先生だってあんだけね罵倒されててふざけんなって言いたいところもあるわけで,で読んでてこんなやつが来たら本当腹が立つなと思ってもういるじゃないですかその土下座してでもお互い入社したいみたいなタイプの人が。 ああいうやつを怒らした時みたいになってるわけですよ。だから絶対会いたくないなと。でその気持ちを感じながら読まなきゃなんないっていうので、高橋、うん、さんあれはそんなんじゃないかなと思ってたんだけど、うん、だんだんと分かったんですよ。うん、あのあストライク入れますよ。これはね、あのうちでやってるそのお買い物の前にネガティブなことを先に言ってく。 っていう,こう手法を使ってるんですよ手法というかどうせ言われるから先に言っとこうっていう形でえこの「商品は一つずつ手で作ってるのでえ染めムラがあったりもしますあるいはその色を違えるので白いものと洗わないでくださいとかえ乱暴に扱うと壊れますとかっていうものをたくさん扱ってるんで「お買い物の前に」っていうページがあって。 はい、悪いいこと一通り書いてあるんですよあれをあの嫌な言い方で青年が言うと嫌われる勇気になるんでる、うんうん、ああいうキャラクターを作らないとそこの嫌なことを言うのにうん、うん、アドラーっていうのはこういうふうに誤解されることがありますっていうのを先にたくさん書いておくわけにいかないから、ね、いちいちそれは違うんじゃないのっていうのをあれだけ書くにはあの手法 っていうのはあ,あるんだって思って「すいませんでしたと」と<ー> <laughs> そうか誤解されるようなポイントを<う>あのただ列記するんじゃなくて青年に口汚く誤解を言わせるっていう手法はどう考えたのとか、うん、あるいはあんだけ遂行してる中で。 この青年嫌われますよねとかっていう話が加内さんとの間でどうなされたのかっていう話をなるは聞きに参りました本当なるほどいやいやいやうれしいでも俺はねあの一時はあの悪口があんまり好きでだから勝手の悪口をいっぱい捏造したの中であの。 あなたの論法は種なしスイカの中に入ってる種のようなものですよとかなんかあの青年が言いそうなデタラメでもでたらめっていうのをいっぱい量産して遊んだことがある <laughs>、うん、でも <laughs> 糸井さんがおっしゃったお話は本当にその通りでそのこういう新しいまだアドラーの思想とかアドラーが考えてることってみんな知らないことだから。うん 一から全部説明しないといけないいいとけんですよねで一から説明すると当然そのこういう反論があるだろうなとかこういう疑問は出てくるだろうなってなってそれを一人称の文章で書くときって「ここまで読んだあなたはきっとこういう疑問を持ったかもしれません」みたいななんか持って回った話になっていくじゃないですか。でそれに対して私は違うと言いたいみたいたたみな、うんその 一人がなんか読者と勝手な会話をしてるような気持ち悪い文章になって生かされを得ないっていうのはもう何回も経験してたんで,、うん、であのやり方はちょっともう使いたくないしでもこれ読んでたら絶対疑問はいっぱい起こる。うん、で僕はその10年ぐらい前からいろんな編集者にこの企画を進めてでその度に。 いやこれちょっとよくわかんないしみたいな感じで跳ね返されるんですよね <laughs>、うん、でようやく柿内さんがあの一緒にやろうって言ってくれたんですけどそれまでたくさんのある意味没を食らってきたんで,、うん、でこれがどんなに誤解されるとかっていうのもよくよくわかってたんでその青年のキャラクターみたいなものを出さないとえ説明はできないだろうなというふうに思いましたね、うん。説明を ちゃんとしたいっていうことで、うん、はい、つまり、内部にある <coughs> 自己問答の部分を外化したというか、阻害したわけですよね。はいはい、で、それでできたキャラクターが、あそこまで、こう、よく言えば生きのいい鉄火、はい、な青年にしなくても、その、例えばクスライリー君にしたっていいじゃないですか。その、そこのところがわかんないですねとか。 言ったったて成立するじゃないですかその程よいところで、はいはいうん、いやそれはですね <laughs> あ,のあのパターンってあの学習漫画とかによくあるんですです。そうです博士が出てきて子供が出てきて、はい、空はなんで青いのって言うと、うん、博士が「これこれこういう理由じゃよ」って言って「うん、わあなるほど」っていうパターンは学習漫画によくあるんですけど子供が素直すぎるとその。 質問のための質問になるし説明のための質問というかなんかレースを見せられてるる感じがすすすごくするんですよね<ー>だから子どもは本当は本当に博士がいて子どもがいて空は何で青いのっていう問答があったとしたら子どもはあんな簡単には納得しないはずなんですよ。分、うん、かんない分かんない分かんないってずっと言うはずなんでその。 あの博士と子供の形式を大人にしてでちゃんとリアリティを持たせようとしたら、まああいうキャラクターになったっていうのがここはちょっと僕はせっかく今日呼ばれるにあたって「嫌、はいれる助」えー、久しぶりに読み返して。 昨日慌てて付箋を貼ってた。う <laughs> 嘘の付箋がいっぱい貼ってますがランダムに入ってますけどこの付箋は。ただやっぱねそのセリフ話が皆さんこの、えー、強烈なキャラクター で青年のキャラクターはどう作ったのかっていう疑問があると思うんですけど僕はこれで今日出なくちゃいけないからまた勉強してきまして1週間ほどで改めて読んだのがここからああのじゃあ僕これからあの話することが今から70分ほど続きますんでよろしくあのやっぱりそのアリストテレスと、えー、弟子たちの対話だからプラトンがその後アリストテレスじゃなかったソクラテスごめんなさいソクラテスねでソクラテス自身は あのー、本書かなかった人だからこの「キラリウキ」の中でも何度もソクラテスの話出てきますけど、あのー、その中でやっぱり弟子たちととの対話とか口汚いんですよね、あのー、プロトアグラスプロトンが書いたプロトアグラスとか、あのー、エウテデモスとかいろいろあるじゃないですか結構口汚いそれから「新約聖書」イエスとその周りの人も割とイエスに口汚いんですよ。 あのー、なんか違いますよねみたいなことを結構言ってるでそれを割と指摘してるのがあの内村あのイエスの弟子、えー、だからそういういわゆるダイアローグ対話形式で本当に、あのー、賢者の思想を伝える時にって口汚いやつっていうのは割と古賀さん研究したんじゃないかなと思ってそうですねその お弟子さんっていうのはあんまり面白くないと思っていてその僕はキリスト教系の話よりも <laughs> もちろんそのソクラテスとプラトンソクラテスの弟子たちの話とあとは親鸞と唯円の関係っていうのはすごくえ勉強したというか参考にしてて。も結構素朴な はい、質問で親鸞の言われたまんまにあのなるほどそうですかって納得するんじゃなくってあのー、いや僕はそれどうしてもす、あのー、そうは思えないんですよね極楽浄土ってあんま行きたくないんですよみたいなのを言うんですよね。でそうすると親鸞の,の方もいや俺もそうなんだよみたいな感じで答えてたりして。 そこに本当のリアルがあるんでその教義としての正しい問答みたいな、うん、そののではあんまり面白くないな,ってなってそうかその親鸞も「歎異抄」なんかを見るといきなり冒頭で師匠の法然さんのことを「法然さんは嘘ばっかり言ってる人かもしんないけどちょっと信じることにして」みたいなのを言ってますよね。たえ法然人にすかかされたてまずりでっててりっ書いてるから 基本的には何か花から信じる姿勢っていうのはやっぱり面白くないっていうか本当じゃない感じがしますけまね。あまあ、僕は糸井さんのおっしゃることにはもう何、ね、でもイエスで今までやってきましたけれど <laughs>、えー、イエスマンとしてね、はい、<laughs> だから多分、あのー、昔になかった劇画の顔つきみたいなものが、はい、加わったんじゃないかなと思うんですよね。 日本人がものすごく優れてるあの漫画表現みたいなものっていうので、うん、漫画だったら読むっていう人の多さってすごいじゃないですか。でそのような表現が文章でもありうるっていうのがびっくりしたんですよやっぱりなるほど。全部今まで出した本は文章でやってきたことっていうのを遊園、うん、と親鸞の話なんかでも書いてあることって別に劇画にはなんない やりりなんですけど鼻息荒くしたりするのって汗飛ばしたりとか集中線が入ってるじゃないですかこれはやっぱ発明なんだと思うんですよねだっていきなり青年は「は?」とかねんかそれ今までこういう本でそんなあったかっていうの直した原稿とかを今度出してくれたじゃないですかちょっと。 あれ見てもその勢いを感じるんです。<laughs> <laughs> そう,そう、ね、だから冷静に集中線足したりしてるよね。<laughs> そうなんだよ。はい。そうね。だからその生 <laughs>、えっと青年が、えー、鉄人に対してリスペクト一辺倒だったらやっぱ会話が面白くないんですよね。二人が同じ言葉を喋ることになっちゃうんで、んね、その二人の言葉は世代も違うんだし、その 若い子が若者言葉で喋っておじいちゃんはなんとかじゃよっていうおじいちゃん言葉で喋るとその会話は面白くなるんだけど二人が全くフラットな言葉で喋るとどっちがどっちの言葉だか分かんなくなるしそこに過度なリスペクトとか過度な書き言葉成分みたいなのがえ入りすぎると面白くない。ちゃんとした 話し言葉だからあの糸井さんの例えを借りるならその漫画の吹き出しの中にあるような言葉をどん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 ,どん書いていくイメージでしたね,、うん、なるほどねこれでも書きつけてないでしょあの言葉遣いはふ普段の小賀さんのボキャブラリーじゃないもんね、うん、ああいうやつだったわけ<だ>それとも。 いや。あ、でも、古賀さんはね、ちょっとカメラこっち来てください。古賀さんはね、そういう人だったんですよ。あの、若い頃は、金髪に染めてました。それから、あの、腹筋を鍛えて、腹筋を割ってたんですよ。それで、かつ、あの、友達とかに、あの、俺の腹筋勝てえだろ、殴ってみろよって、いつも言ってて。で、あの、渋谷センター街もうろうろしてて、最終的には、金髪で、上半身裸で、渋谷センター街で、お腹を人に殴らせて、てえだろって言ってたらしいんですよ。 そういうい古賀さんの若い頃っていうのが多少は出てるんじゃないかとい <laughs> その要素はないの <laughs> <laughs> ちょっと一生懸命喋りました俺長いこと <laughs> 早いですよ否定が古賀さんはあったよねでもねないのって俺は質問ないの。る、うん、ある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 んじゃないのああでもその反抗したい反発したいはもちろんありますし <laughs> で青年の成分は僕の中にはものすごくあります。 なんで今金髪の話を避けてるんだ <laughs> <laughs> 今金髪かどうかっていう質問んでも,そでも本当に、あのー、言葉遣いっていうのは、うん、まあ劇画よりも演劇とか、うんあのー、ドストエフスキーの冗舌な喋り屋さんたちのだから えと明治時代とか大正時代に翻訳された言葉なんですよね基本的に引っ張ってきたのは、うん、今回だから当然あのカラマーゾフの兄弟の,、はい、あの例の大新問会のページは久しぶりに読みましたけどめちゃくちゃみんな饒舌じゃないですか、はい、ほんでやっぱりそのなんか相手が喋ると「うん、は私にはそう思えませんね、うん、あなたが何を言ってるかよくわからない」みたいな、うん、まず反発してのしゅ いいっぱありますすよねねかそうで斜め上見てしゃべるやつですね。えっうるさいうるさいなんてそこに何もないですよって斜めの上にいるやつ。と劇画はじゃあもしかしたら地続きだったのかもしれないね。それは多分そうですね。つまり文章を書いてた人が劇画の原作に入ったりするわけだから梶原一樹っていう人でもさ 今日俺が言うのはみたいなさ <laughs> なんかはいはいとんでもないこと言ってたじゃないですかはい,はいああいう地数き性っていうのはう <ん S 1> あるねそうですねその伝統からドロップアウトしてるみたいなところも近いかもしれないですしは <うん S 1> でもそこに落ち着けたっていうのはやっぱりこれでいいんだろうかっていうのをこんなに考えるタイプの人がさうん <うん S 1> その。 ちょっっと勇気だったんじゃないそれはやっぱりその編集者の柿内さんがえこいつも面白いって言ってくれるんだったら絶対大丈夫っていうあのましいよね古、うん、賀さんにはね何かにつけてカッキーの話っていうのをこの5年間聞いてきたからやっぱりなんかすごくそこで、うん、これで大丈夫っていう話があったんですね、うん。 どうだろうねうだからその彼はまあものすごくすご腕の編集者なんですけど同時にとっても一般人なんですよね。のものすごいインテリってわけでもないし本当に一般の人なんですよ感覚が。だから彼が面白いって言ったものは絶対に普遍性があるしなんかそこで。 変に、あのー、賢いばっかりの編集者とはやっぱり全然違うのでその目はすごく頼りにします。ごまするわけじゃないけどダイヤモンド社の出すものってそういう匂いがするものが多いですよね。<ー>つまり<あ>すごい勉強して<ー>その出版界の編集者になってるっていう印象よりも、うん、その一般人の感覚を割と大事にしながら、うん、面白いものは面白いって言って。うんうんうん あんまり雑にや、やんないで、もっと面白くできるんじゃないかみたいなことを。うん、それは加藤さん自身もそうだ。ったし。ねうん、あのー、な、なし、やすさんの本も。嫌われる読むな。いや、あの、嫌われ勇気でもなく。えー、あの、嫌われる勇気でもなく、読みたいことを書けばいいね。ここに、うん、あの、糸井重里さんの、あの、帯が入ってますけどね。ね、うん、今のさんという方がね、うんうん、編集者が。 あの今のもうその「変ん変くんだらけ」じゃないですか今だからダイヤモンド社のんか現実に即した感じやみくもにこう教養主義でもなく噛み砕きすぎもせずそこいいと思うちょっとそれで言うと本当に今日伊藤さんにこの場を借りて。 たたかっんですけどあの糸井さんが担当された「成り上がり」という矢沢さんの78年ですねの本なんですけどこれさっきのその勇気がいる本だったんじゃないかとかなんかこんな本型破りな本みたいなので言うと僕本当にこれあのめ,めちゃくちゃと言ってもいいぐらいあの。 ありえない本だと思うんですよねうん、うん、形もこの本と同じ年に、えー、沢木孝太郎さんが「はい、テロルの決,<算>、えー、決裁」っていう本を出されていて、はい、あれはそのニュージャーナリズムの素晴らしい、はい、ある種の到達点のような本で,で同じ年にでおそらく糸井さんの司会の中にもそのニュージャーナリズムみたいなものはあったはずで。はい でもそのニュージャーナリズムの流れってその自分が主体で自分の目に映ったものをどう描くかみたいなところだと思うんですけど糸井さんは矢沢さんの中に入っていって矢沢さんの目玉で世の中を見て矢沢さんの口で喋ってるじゃないですか。でこのしかもこのなんか現代史みたいな詩のような言葉ってちょっとありえない。 スタイルそのスタイルのありえなさでいうと嫌われる勇気の何倍もすごい本だと思うんですけどあねあの、うん、俺の感想だと「成り上がり」っていう本は、うん、世界一わけのわからない不思議な本で、うん、矢沢永吉さんの独り語りの形なのに、うん、糸井重里が見えてくるし、うん、それから両者が共有している時代が見えるっていうものすごい謎の本なんですよ。で 成り上がり矢沢永吉って表紙に書いてあるからこの矢沢永吉がしゃべったのをテープレコーダーで起こした本だと思って読むと違うぞなんか糸井重里っていうのがいるぞっていうのが浮かび上がるこの謎さっていうのは多分古賀さんと俺が思ってるどういう本なんだっていう近いと思うね。責責めめられててる気がすすない若者たちよ不思議ででももドドララそう わかかんなないい本じゃないですか小説のスタイルを取ってドラッカーのことを話すとかで「嫌われる勇気」も変な形といえば変な形だしこの「成り上がり」っていう本はその権下というか <laughs>、うん、あのどれももしかしたら共通するのは。 著者になりたいっていう意欲のあんまりない人がやってるっていう共通点がなるほどあるような気がしますね。だから僕はこれ、その例えば成り上がりに東石井さんとちょって書いてやったら、うん、ややめてくれって絶対にまあ言う立場ですよね。かうんうん、だから小川さんは編集者っていうことをずっとやってきたし、うんはい、あの田中さんは出せ出せって言うから本を出したっていういやいや出したその立場だし、その <laughs>、はい。 作家として独り立ちしたいっていう気持ちがないからできてるうん、うん、スタイルではないかっていうのはまずはまずは思いますただからこの本の文体が勇気がいったかっていうことについて思えばいったです。です。ですででしてくれる人がいたのも僕も僕同じですあ<ー>でそれはあの島本修二さんっていう。 そうですねこれを僕に書かないかって言った人だしその後日本国憲法を出した編集者です。うん、で僕が <laughs>、うん、あなたができたのはどういう遺伝子でどうできたんだろうっていうのをまあ、うん、あえてこう分かりやすく言うならば、うん、当時さっき言った沢木さんっていうのは僕からしたら、うん、もうちょっと僕は嫉妬深かったらこの野郎と思ってたんでしょうね。 なんで年も近いしそんなになんでいいのよっていうのが絶対あるんですよ <laughs>、うんうん、で読んで面白いんですよ、うん、で俺は絶対これ書かないなっていう気もするんですよそそこがががまず自分うういう仕事するるつもりがなかった人として読んでるうん、うん、だから「沢木」みたいなの書いてやれとは一つも思わないわけです。で片岡義雄もたくさん読んで,ああ読んでて。はいで アメリカ文学の翻訳文体みたいなのはやっぱりちょっとしびれるんですよね、うん、当時やっぱり流行だったんで,で、ね、だから音楽がアメリカイギリスから輸入されてその聞いてるのと同じように文学もそれを役者を通じて親しんでいくっていう時だったから、うんうん、片岡優勝が書いてるのは面白がる、うん、から片岡優勝が訳してる世界も面白いから <laughs> 結局のところその。 畳岡芳的な宝島の前身ですよね。あのローリング・ストーン」だとかそういう雑誌の時に、うん、ジャニスと一緒に旅をして「そのジャニス・ジョップリン」って本を出した、はい、人がいたりしてジャニスとこう一緒に暮らしててて書いてるわけでそのやり方っていうのは一番いいなっていうのは、うん、やってみたいなと思ってたから。 だから A ちゃんにくっついて一緒に動いて書くっていうのはそれの一つは真似ですよねだからそれが一つあってもう一つは伊丹十三さんのやってた「聞き書き」っていうのの文体が「さてと」みたいなのを平気で書くわけでそこがやっぱり。 大きく伊丹さんとそれから竹中郎っていう人が「はい蔵間、はい、天狗のおじさんは?」っていう <laughs>、うん、嵐寛十郎にインタビューした本があって、うん、これも嵐寛十郎のしゃべりをとってる<ー>で遡ると、うん、三遊亭延長に行くわけです。<laughs> はい、延長がそれをやったんで<ー>だから長伊丹十三竹中永六その辺の人たちが。 うん生の生きた言葉を耳から読ませるみたいなことを工夫し始めてでそれを僕はものすごく憧れてたんでうーんこれはやってみたいしやれるかもなっていうのとう片岡芳雄「ローリング・ストーンズの」のロックスターと旅をするっていうものがセットになると文学をやるつもりのない人が作者になれる。 うん、なるほど。うん、っていう歌謡曲の詩を作るのも文学をやりたい人の世界じゃないわけで、うん、だから全部その活字の本を作るつもりのない自分っていうのが全ての原点なんじゃないでしょうかね、うん。なるほど、うん。だからこの本ね「あの斬られゆき」<laughs>。あのーえっと 青年と鉄人が、うん、あのー、最後まで読むと、みんな勘違いする人もいるかと思う。けれども、古賀さんと岸見さんじゃないんですよね。うん、そうここが発明ですよね。そう<ー>、うん。はい、そう,そうなの。結構それ重要です、ね、重要ですね。それはあのー、かなり最初の段階で。うん、その？ なんて言うんてううでしょうね、まあ、僕はほ当然無名なライターですし、うん、で岸見先生も当時それほどそのアドラー心理学自体が知られてなかった時代なので著者の名前で何かをやるって別に意味がないことなんですよね、うん、その古賀と岸見が対話してるみたいなのって。でえー、っとじゃあ そこは鉄人青年ってしちゃった方が二人がもっと自由に動けるようになるんでそうですね最初のうちにかなり早い段階でそれは決まりましたね。なるほどねスタートは目次作りですかそれともインタビューですかえっと最初にインタビューをしてそれから僕が目次を作ってで柿内さんが。 もうちょっとこうしましょうああしましょうみたいなのをリクエストしてきてで、僕が出来上がったところで岸見先生に見せてで、じゃあこれで行きますっていう感じで書き始めた感じなるほどねインタビュー複数回ですよねはい何回ぐらいえーっと一回が四時間とか五時間とかでそれが何回ぐらい全部ででも。 40時間ぐああそうかまあ改めてこれねあの、はい、ここ来るから読,む読んだらやっぱ7年前と同じ気持ちになってそれは、うん、あのめっちゃ面白かったのはこの本あの途中までやっぱりあの青年の方が自分のねアドラなんて知らないし、うん、そんな本当かよっていう態度で青年の方の気持ちで読むんだけど。うん あの鉄人の言葉を聞いてるうちに本の最後の方では自分が鉄人側に立ってるんですよ、うん、ほんで青年のように「<laughs> お前いいか減にしろしつこいこのバカ野郎」って俺があの鉄人になってるこの凄さ、うん、うんキャラクター作りですよねそれはうんあのアドラーと小賀さん岸見さんが、はい、イコールじゃないじゃないですかアドラーを教祖だと思ってるわけでもないですよね はい、そのさじ加減が、うん、そうこの本は「アドラーをありがたがろう」って本じゃないから俺だって最初読んだ時はやっぱり「アドラーのあの字も知らないから、うん、ドラーしか読めないわけですよ。うん だから、あの、<laughs> 面白いです、ね。引き込んできましたね。はいやいやいや、こういうのアドリブなんだから。ああね、僕は田中さんのアドリブは一番好きです。<laughs> あの用意してきたものあんまり好きじゃない。ダね。用意したやつは面白くないね。いや、でもあの、その、あの、最後まで読むと、はい、でもあの、鉄人だって、うん、この本でね、 すっごい重いとこなんだけど、うん、鉄人が言うんですよアドラーの考え方はあの本当に身につけて実践するまでは今まで生きてきた時間の 半分ぐらいかかるって。重いこと言ってるんですよね。つまり、50年生きてきて、初めてアドラーの考えに触れて、よし実践してみよう、理解するぞって思った人が、完全にその考えになるには、50年生きた半分の25年だから、75歳までかかるかもしんないよって。だから、あの、即、これを読んだら即、あの、岸美さんはね、アドラーの考えに触れたら、この瞬間幸せになりますよっていうところがスタートだけれども、 本当に身につけるのは大変だよってこと。をちゃんと言ってるじゃないですか。それがね、うん、あのアドラーをすぐ信じなさい。はい、うん、あなたも即実践して、オッケーっていう本じゃないよね。そうですね。そこは。そのアドラーを教祖みたいに。できない理由もやっぱりあって、やっぱり100年前の人なんで。うんうん、その、例えば。まあ、今。特に。 ホットな話題でもありますけど彼の考えるそのってものすすごく古いんででよねあ,<ー>であるいは結婚に対する考え方っていうのもあのとても古かったりするんでそれはその時代その時代であのバージョンアップしていかなきゃいけないし全面的にそのこの何て言うんですかね原理主義になって、うん、その晴天をありがたがるみたいな態度には 岸見先生も僕も立っていないっていうのは幸いだったのかなと思いまそうそこはね今日はそれについて深掘りはしないけどこの「切られる勇気」の考え方は先生とか上司とか組織とか友達とか先輩とかにはすっごい有効だけどじゃあこれ恋人関係夫婦関係どうすんのっていうとこにはあんまりあんまり あのタッチしてないようなとこがあるなと思ってた。うんうん、それは。そうですね。そのアドラー自身が100年前の人だから、うん、今の世界とはさすがにそこはちょっと合わないとこもあるってことですね。うんうん、そうですね。だから、うん、あのアドラーの言葉を引用しつつ結婚を語るとかって結構難しいところはあるんですよ、ねうんうん、なるほどね。うん、うんうん。そうね。だから俺ね幸せになる勇気続編が出た時、はい、まあ冒頭相変わらず。 あの、青年が暮れてんのにも大笑いしたんだけど、<laughs> <laughs> 戻ってんじゃんお前って暮れてんのに。大笑いしたんだけど、幸せになる勇気っていうから、今度、恋人とか結婚関係に踏み込むかと思ったら、そうではないんだよね。もっとその共同体とかいうことのえ実践的なことをもうちょっと言ってるって。で、これすっごい、これはね、仕込んできて悪いんだけど、仕込みじゃなくて事実ね。あの、これ、 あの、切られる勇気の後、幸せになる勇気があの出たって、あの、教えてもらったから、あの、赤い表紙で本屋行ったんですよ。で、タイトルがうろ覚えで、えー、っと、赤い表紙で、あの、えー、っと、えー、っと、愛させる愛する勇気みたいな本ですって言ったら、本屋の人が出してきた本がこれなんですよ。あの、愛させる技術で赤い表紙の、めっちゃ、<laughs> これ全全然違うからねあの本当にこれ持ってきたの本屋の人がこれですか赤い表紙の愛させる技術っていう仕込みだろこれはやっぱりこれは仕込みですこれ似てるよね持ってきたんだからね,ねエレベーターで言ってましたから <laughs>、はいうん、今日はこの話をさせてください,い,い一種のマギー理論みたいな人だね。<laughs> 今日はもうこれだけは重たい思いして大阪の家かからら持ってきたね <laughs>、はい、いやあ付箋貼る内職みたいなのやってるからね <laughs> 嘘の付箋も張りましたしね、はい、いやあのさっきの面白かったねその今日はその話をしないっていう部分だけどこの全場面に普遍化するものじゃなくて、うん、非常に一人で考えるところに向いてるっていうのが結構うんうん、うん だから、あのー、赤い本の「幸せになる勇気」では、えー、結婚とか恋愛とかそういう話ももちろんしてるんですけどそこについてはそのアドラーの考えよりもむしろエイリヒ・フロムっていう人の考えをたくさん入れてて、うん、フロムはこういうふうに言っているっていうような感じでそのアドラー1人 で、全てを説明しようとすると、絶対に無理と嘘が出るって言うのは大きいと思います。うん、そこが正直だと思った。うん、だから、うん、この2冊とも通してアドラー原理主義を啓蒙しようってことはないんだよね。そうですね。それはそうとして、その何かこう作物を出すとさ作るとさ。はい、その影響を受けるじゃないですか。自分も。うん、うん 古賀さん作ってて受けた影響と売り出したら受け入れられちゃったっていうことでできる影響とこんなに通じるものだと思わないで作ってるんじゃないかっていうのはあるわけだからその変遷というか俺に対するアドラーあるいは嫌われる勇気の影響っていうのはちょっと聞いてみたいところですね、うん。そそうだなの僕はその 10年間ぐらいずっとやりたいやりたいって言ってようやく実現してでまあ何もかもがうまい形でその後進んだんですよね。内さんっていう編集者と一緒にやることになったとかダイヤモンド社さんで出せたとかで実際に出したらたくさんの人に喜ばれた。 ねえ国内200万部って縦に積んだら北は北千住から南は南千住までいくらしいですね <laughs> 上は上糸橋から下は下糸橋まで縦に積んだらえー、っとだから <laughs> こういうのは好きじゃない <laughs> えーっとだからなんだろうなその怖くなりましたねそのこれから僕、うん 僕は何をするんだろうっていうのは <laughs> そのもうどうやったってピークはここに決まってるっていう感じになっちゃって <laughs> えっと、うん、だからその後もたくさんあのいろんな仕事はしてきましたしそれぞれその時その時の精一杯でやってるんですけどなんか自分の中で。 もっとと違うことをしななきゃみたいな、うんうん、そのアドラーが与えた影響っていうよりはその仕事の大きさがあのその後の自分を縛ったりでも解放してくれた部分もやっぱりあって、うん、あの何かすごい本出さなきゃっていう気持ちは今それほど大きくなくって、うんうん、なんか本でどうこうしたいっていうよりも人を育てたいとか。うんね き日視点は持てるようになった気がしますね。あの、じゃ、バトンズの田中さんも、その、なんていうか。仲間の一人なんだね。まあ、そうですね。まあ、あの、あの田中さんと僕には血縁関係はありません。はい。これだけ言っておきたい。これだけは言って決めてたもんね、最初。田中は130万人以上いますから。そんなにいるんだ。調べてる偉い。下調べ。下調べ。田中っていう名前の人は下調べ。やる、やるんですよ、これ。 そうかでも古賀さんあれじゃないやっぱり「あの嫌われる気の古賀さん」ってやっぱずっと言われるもんねまるでさ「嫌われる気って書いた T シャツを着てるようなもんじゃない、うん、歩,歩いてるだけでさ俺にはそう見えるね <laughs> <laughs> なんもう薄んやに見えるでしょ <laughs>、うん、文字が目を閉じても見える、ね、<laughs> あの青,青い色がね、うん、いやでもなんで嫌われる気青なの これはどううなんでしょう僕は <laughs> あのこれはもうデザイナーさんと竹内さんが決めたことなんで、うん、僕は全然知らないところで決ま,りました割と青ってさ拒否する色じゃないですか、うん、ねでちょっと明るめの青で、はいうん、もっと暗くすると責任感みたいになるんだけどこの青って不思議なこう、ね、軽さもあるし そうですね。うん。まあ、この二冊揃うとほら綺麗でねあの嫌われると幸せになるが、はい、<さ>ノルウェーの森みたいな。そうそうそう赤とあれクリスマスカラーでね。<laughs> うん、そうそこの二冊本当にいいなと思うんですけど。いやーそれとも全世界1000万部見えてきたってえらいことですね。1000万部見えてきた。見えてきてる。あ 今、何部ぐらい、世界、こんなに。今、750万部。後ろのポスターには700万部と書いてあるんですけどここからさらに。それでしょ、ダイヤモンドシェルには、切られる雪メーターっていうのがあって、ちゃか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 してるんでしょ。あこれ書いてあるわ。つまり、日本をもう一つ作ればすぐに行くね。まあ、そうですね。3つ目を日本列島をね、もう一個作れば。ただ これね、本当に画面印水しますけど、うん、そんな世界一千万部見えてきて、うん、僕の本っていうのは、さっき堂々と自己紹介で書きましたけど、切ら、うん、れる勇気、めっちゃ参考にしてるっていうか、考えの根底のところが、かだからね、あの、全世界一千万部になったとしても、あの、 この本読みたいこと書けばいいは、福読本みたいな本なんで、えーと、一緒に買うのがいいと思います、だから、あのー、この後まだ、えー、900万部ぐらいこっちもあの追随して売れる可能性があるので、福読本です、福読本。はい、いや、宏信さんがその本を書いてるっていう話を聞いたときに、<laughs> その書き終わった後かな、うん、えと僕も文章の本を書いてるんですよね、昔。でその本は をまあ読んであの参考にはしたけれども結果として古賀さんの書いた文章の本と全く違う本になったというふうにおっしゃっててでもあの読み返すと嫌われる勇気と ものすごくよく似てる本になったっていうふうにいやあのよく似てるというかまあ表説したんですけどね <laughs>、うん、まあ,あの、まあ、まあ同じダイヤモンド社だからあんまり揉めなかったです二 <laughs> 人の間ではすごいお金の話とかいろいろあったんですけどそれはまあ,あ,のあの水面下であの表には出ないように解決したんで。<laughs> <laughs> <laughs> でもまあ本当 <laughs>、うん、そうよあのすごい影響されたつまりあの書くって僕はそのアドラーの考え方をじゃあ僕は一応物を書いてあの商売してるからじゃあ一人で一人ぼっちで物を書く時に持つ勇気って何だろうって 何度も読み返してすごいやっぱ似た表現もあるし、うん、あと大事なことは嫌いな勇気のぎっしり字の詰まった内容をパラパラっと文字の少ない本にするっていうのをだからね僕さっきの,その <laughs> なんこれもこの廣信さんのこの本って最初あのこの見た目とかスタイルにものすごく拒絶反応があったんですよ。 古賀さんがなんかあの時古賀さん俺に態度悪かったもんねそうね,あ<ー>ねいやこの文字の大きさとかが出るとか言ってた言ってた <laughs> <laughs> で,でもこうたくさんの人に読まれて愛されてでいろんな人の指針になってる本で,でその後にもう一回 え読み返してでなんでこの本がこんなに支持されてるんだろうって考えたんですけどやっぱりそのさっきね冗談みたいに文字を少なくスカスカにしてておっしゃってましたけどこれプレゼンテーションの本だなと思ったんですよひろのぶさんが普段やってるプレゼンの講演録というかで田中ひろっていう人間をスライドを見せながらプレゼンしてる 本だなっっていう,ふうに思ってでその形で本を作った人って今まで実はあんまりいなくって、うん、やっぱり本は文字がぎっしり詰まってるもんだっていう常識に縛られてるんでだから今そのこの時代に野信さんのこの本がこういうふうに読まれてるっていうのはすごく 納得がいくなというふうに思ったんですよね。うん,うん。よかったあの機嫌の悪い時期を乗り越えて。<laughs> 最近はヘドが出るとか言ってないもんね。言ってない言ってない。うんうん、確かに、うん。ちょっと許してやろうかなみたいなこと言ってるんだから。<laughs> <laughs> あのどっちもさ、うん、その今までの本のジャンルでいうと、僕はそのダビンチで毎月こう、うん、本を選ぶ仕事というか、はい、あのそんなことしてた時に。 ビジジネス書っってていうジャンルがあって、うん、で本屋に入ったら文学文芸、はいはい、それとビジネス書、うん、あとその他こう、うん、なんと学問趣味みたいになっててでビジネス書っていうジャンル分けが何のことを言ってるのかわからないけれども <laughs>、うん、その会社員が読む本のことをビジネス書っていうのかなっていうふうに思ってた。 そうやって見ると、うん、この会社はどうやって成り立ってるかとか、うん、こういうのを発明したやつが偉いぞみたいなことがいっぱい並んでるんだと思ったら、うん、これ田中さんの方もそうだし高橋、うんあのー、さんの方もいわゆるビジネスって言葉とね <laughs>、はいうん、近くダイヤモンド社がビジネス書の本やだから、はい、ビジネス書のとこにあるけど、うん、そうじゃないんだなと。はい 思うんですね、うん、でいつの間にか僕はこの本の辺りからビジネス書っていうジャンル分けがなんか消えつつあるような気がするんですよ。うん、で,で代わりにっていうか悪口半分みたいに言い始めたのが「自己啓発書」。で田中さんの本も自己啓発書に入れれば入れられる、うん、つまり「あなたがもっと良くなる」っていうような、うん。うんはい でそのジャンルを人は今までちょっと、うん、ちょっとなめて言ってたつまり大学の学問の分類の中に自己啓発っていうのはないんですよねでもそれこそソクラテスの時代から、うん、今哲学っていうジャンルに入ってるけどはい、はい、言ってることはみんな自己啓発なんですよトム・ソーヤから何かマーク・レッドウェインから。そう考えると 自己啓発っていうことのこう見直しっていうのが今ものすごく問われてる気がしてで僕自身が今あのほぼ日の学校を新しくいろいろ組み替えをして面白くしようとしてるんだけど自己啓発っていう言葉を嫌がらずに積極的に取り入れていくみたいなことをついしたくなるんですよ。ししてますしだからその どっかで長年せんべい焼いてる人の話聞くのはどこのジャンルに学問として入るのっていうのが考研学だとか考古学みたいなところに入れられたりあるいは社会学で捉えられたりとかそのインテリゲンチャーの勝手な名付け方で捉えられてるものがせんべい焼いてる人のお話は本当はじかにためになるんですよ。その直にためになるっていう部分を これからっっってててていいうののはものすごくく重要になななんじゃないかなと思っててん学問の分類に無理にこれ,これらのものを入れるんじゃなくていいじゃんその人が読みたい人が知りたいことをやるんだったらっていうあたりをこう開いてくれた本の一つのようなすごいクソ真面目なこと言ってるみたいだけど自己啓発って言葉はどう捉えてますえっと自己啓発は もともとあのー、イギリスのサミュエル・スマイルズっていう人が明治時代ぐらいの時に「自助論」っていう本を出してるんですよね。でその自助,自助論が、えー、出発だって言われてヘルルプ・ユアセルフでその,そ,のそこにあった、えー、セルフ・ヘルプっていう言葉自分自身を助ける救うっていうのが。うん 日本語に翻訳された時自己啓発っていうふうになっていて実はあのこの「嫌われる勇気」っていう本を出す時いろんなタイトル考えたんですよ影内さんと一緒に。でそのうちの僕が強く推してたタイトルは「自己を啓発せよ」っていうタイトルだったんですよ。それはもう 今糸井さんがおっしゃったのと全く同じで、うん、その自己啓発という言葉をみんなバカにしすぎてるうん、うん、でそのでも本当に、えー、そのセルフヘルプ的な文脈での自己を啓発するっていうのは、うん、学びたい人が自分で学びに行った時、うん、ようやくその,その可能性が生まれるんですよね。うん その知識を仕入れたとかじゃなくって自分で学びに行ってそれを実践しようっていう自分の中に動機を持ってる人だけがその買われたり何か違う自分に近づいたりっていうのができるですアドラーが言ってることはまさに自己を啓発せよだしでまああとはその心理学の本って思われたくないなっていうのもあったんで、えー 結構ギリギリまでその事故を啓発せよは迷ってましたそれとは全然違う結果になっただろうねやっぱこのタイトルは素晴らしいもんねまあそうですね、うん、ね、うん、服着替えたみたいなね、うん、嫌われる勇気っていう T シャツを着てる人みたいな方に <laughs> まるでねあたかもまるでなったかもしれないね、うん、その事故を啓発せよっていうのが、うん、そのすごく大事なことでお父さんは子供に教えたいし、うん 昨日あのみかん狩りに行った時にうちのあの,あの鈴木さんという人が娘さんと言ってみかんこ,うこの木もうすぐできるって時にこうもう出来上がるっていう時に次に何するかなっていうのをイメージしとくといいよって言ったんですよ。つまりすごいマネジメントの仕事をしてる人なんで子供にそんなこと言ってて。 会社と同じじゃないと思ったんだけどうん、うん、いいなぁと思ったわけ、うん、だって子供だってそのことを知ったら、うん、うまくいく喜びがまたわかるわけでなるほどでこういうのって学校で教えないじゃないですかと今日古賀さんに会うっていうこととかも含めて思い出して自己啓発っていう概念が学問の分類にも、うん、図書館分類にもなくて、うん、でも人が一番欲しがってるのはそれだと。うん、だから 「その成り上がり」っていう本を読んでるレストラン業界の人の数ってものすごいわけですよわ、うんうん、かるそ,それはわかります<で>本当に、うん、でここにその調味料の使い方一つも書いてない書いてない書いてない客席でどうするかみたいな、うん、だけどこれを読んだことでレストラン業界の人はそうかと思うことがいっぱいあってまた店変えようかなとかさ <laughs> なるほどい、ね、ろんなことも含めてだからそれが僕は今この「 今日本にいてこの時代に自分がなんかものすごく掘りたいことでだから学校のことに今夢中になってるのも例えば昨日おとといから横尾忠則さんとどういう授業をするかっていうのを打ち合わせをしたんだけど先生なんかなりたくないよと当然ですよでなりたくないよって人にばっかり声かけてるわけですよだから横尾さんはなりたくないよ学校とかも嫌だよ だけど「何それっていうわけですよ先生になりたくない人の話を聞いてると面白いじゃないですか」って言ったら「うんうん、そうだよ」ってうわけで <laughs> なるほど。で人が集まってるとこでこうでさあです」っていうのは嫌だよっていうからそれを期待してもいないしうん、うん、ただよく一緒にいる時に「ピカソっていうのはさ」って言っていろんなこと言うじゃないですかうん、うん、ああいうの聞くのものすごく面白いんですよって言ったら「それはそうだよ僕だって考えてるから」って。<laughs> <laughs> でそれを引き出すのが僕らのもう何て言うのこう最高級なレストランのキッチンの中で一番おいしい食材を目の前で調理されて食べてみたことじゃないですかでこれがやりたいわけだからどういうのは良かったんでしたっけっていうと絵を描いてる時に糸く君が邪魔するのがもう僕は好きだったとそれやりましょうかとだから授業っていうんだけど横尾さんが絵を描いてる。うんで 俺がその視聴者から怒られるかもしれないけど横尾さんにもういっそ最初からもう聞きたいんですけど芸術って何ですかとか <laughs> 邪魔しに行くんだ <laughs> <laughs> そうするとなんでそこ聞くのって言うじゃないですかう <laughs> っとしいって言いながら手を動かすうっ <laughs> としいんだけど横尾さんはそういうことを聞かれるとうっとしいって言った後に考えるんだやっぱり、うん、で前から持ってる答えもあるし、うん、でそれを言ってるのをそのまま授業にしようとか、うん。 それは面白い。嫌じゃないし、俺も嫌じゃないし。それを見てて、何がためになりましたって作文書きづらいけど。ものすごくエッセンスのところを。その。人間のこう、生命活動そのものを学問として学べるみたいなところあって。で。こんなんばっかり今考えてるわけよ。それはすごい。面白いでしょう。いや、だってさ。あの。イエス、キリストも、釈迦も。 大群衆の前で演説したことはないんですよマックス13人ですからしかも13人目いらないですからそうないらんやつ一人混じってるからいやそうで釈迦とかも自分から進んで演説したことないんですってあの人は聞かれたからしょうがなく答えたあと専門用語釈迦もキリストも専門用語使ったこと一回もないですからそうなんだからね今重要なのはは僕 入門と自己啓発だと思ってるへ、えーつまり入門者が増えれば増えるほど、うん、そのそのことへの理解が深まるわけ。だからその水球やってる人にとって入門者がいないじゃない、うん、だから水球のことみんななんかただこうしてるって思ってるでも水球入門をした人にとっては水球面白くなんだようん、うん、うと水球そのものがもっと、うん、その 上がっていくわけでそうやってみんながその民度が高くなるっていうのがうん、うん、いろんな他人がやってる面白いことやら、うん、かつてあった学問やらの民度が高くなっていくと圧倒的にやってる人も有利になる<で>それだ<で><ー>そっからリンクでそのことを専門にやってる学校がありますよって言ったらそこに行けばいいんだよ。 岩波新書がでできたたみいなな感じんすかねそれはだから岩波新書ができた時はアカデミアがすごく立派だっていう幻想があったからあそこに送り込むための話なのでも今はアカデミアはそこにないあらゆる心の中にあるだから最初に僕思いついたのがタコの八ちゃんみたいなち巻きしたボランティアのおじさんいるじゃないあの人この間勲章もらったじゃない。 勲章って悪くないなと思うんだけどあの人の周りに被災地でボランティアの弟子になりたい人が群がるんだってやっぱりあの人の話は圧倒的に面白いんだってそれ僕らも聞きたいじゃないでもテレビだと迷子を探した何とかさん足で探したんですよねそうだよって言っておしまいじゃないもっと聞きたい聞きたい。 あの人がが出る学校が欲しかったんですよ面白いで一方で今までやってた法日の学校の松岡和子さんがシェイクスピアの翻訳してるっていうのがそれはそれで聞いてたら面白いでももっと入門者を寄せつけるようなそれはだから僕があの青年に近い立場になってその言い方は悪いけど。 バカでも面白がる学校を作ればいい A ちゃんに学びたい人が集まる学校を最初から作ればいい今 A ちゃんもくどいてんだよ何先生やんの俺が <laughs> あ、終わりそうだねごめんごめんここでですね視聴者の皆様からいただいたコメントをご紹介したいと思います<っ>石澤大輔さん二冊に共通しているのはまさに自己啓発性という共通点 自分で学びに行って実践していくための具体的な指南書2冊とも迷ったときに何回も読み返しているあとこ小羽内輪さん「事、え、故、ー、を啓発よ」ってタイトルだったのかもとのほうちょっと意外ですよね確かにほうほ <laughs> 心してはったよね、うん、ほーっうっ、ん、てあとですねサクさんからは、はい、好きな青年の悪口は右から左に穴だらけの虚言で並べ立ててそれで煙にまいたつもりか 望むところだ。穴という穴をほじくり返してやる。<laughs> 素晴らしい罵倒ですね。<laughs> もう罵倒大好き。ね、罵倒だけの本出してほしい。<laughs> あの、抜き出し罵倒集。いいで,ね、で、それでさっきのさ、あの、糸井さんが劇画っぽいって言ったから、いろんな漫画の人に罵倒する時の正伝の顔っていうテーマで、顔変えてもらえばいいんじゃないあともう一つですね。あのはい 青年の口汚いところは大泉洋さんで再生しています。<laughs> いいなそれ、<の><ー>めっちゃいいわ。鉄人は誰だろう？こちらで、ね、武田、えー、以上さん、ヨテさんからですね。はい、鉄人はどなたでしょう？<ー>大泉洋さんに対して。<laughs> 大泉洋さんいいな。大泉洋いい。いいですね。大泉洋さん見てらっしゃったらぜひ。<laughs> でもね、あの実際。 映像化の話は何度かあのテレビドラマ以外にもあって結構「えー、あの人が」みたいなキャスティング候補もあったんですけどでもそれはちょっと言えないですね言えない、はい、ああしいあそれは納得のん納得のキャスティングいやびっくりのあ、うん、あじゃあそれちょっと飲み屋で話しましょう、はい、おフレコです、はい 自分であの鉄人のようにこう接してくれてる人ってのは何人かいてそのうち一人は谷川俊太郎さんだね相当ひどいこと言ってもううん、まいあと吉本龍明さんもそうだったねあのなんていうの本当にすごい人優しいよねそうですね今日の結論みたいになりましたけどね ないいや、本当にそうですね。いやこの、でもこの本のテーマでしょ、つまり上下じゃないって人間、も、うん、の物をなんかねあの、感心して教わるときでも、なんか上から下に<ー>評価じゃないっていうそのテーマでもあるから、<ー>実践してる人でしょうね、そういう方はね。うんうん 5時間迫っすごい最初にこの感染症の時代にこの本の意義はそれに問いますというか全然問いてなかったね,ね全く問わずにただですね、はい、ああの広伸さんにご質問がいただいております、半田あゆみさん、はいえー、もともと境界線やら課題の分離やら50年前から確立していそうな田中さんですが、<laughs> そんな田中さんでも人生で嫌われる勇気が役に立つ場面に遭遇したことがありますか。もちろんですよ カメラ見ながら喋るけど。会社辞めちゃったからね。この本きっかけ。もちろんですよ。これなかったら。あの、この本と糸井さんだから、今、今日は責任者が二人来てます。はい。<laughs> 糸井さんは。えー、っとさ、最後に聞いていいですか。僕から。はい、糸井さんは。嫌われるってことについて、どう思ってますい。いや、全然勇気ないですよ。<ん>全然勇気ないですよ。あ、そうですか。嫌われる開き直り。うん。 ってていうことかなあ,あえて言え言ばだから勇気っていうのも、うん、そのなんていうのてう缶詰になって形になってもんでもなくて血中濃度みたいにあるじゃないですか勇気って。で<の>今ここでこうするっていう時にはその血中濃度がちょっと高くなるんだろうね。あ,<ー>あの逆に言うと年取ってからは勇気いらなくてもできちゃうようなことが多くなるね。そのわざ,わざ 勇気って言わなくても、うん、その。もともとどっちでもいいかみたいな、なんか。それは。自分を。その信じてくれる仲間がいるからみたいなことですか。あ、いい、いい質問ですね。<laughs> それは大きいかもしれないですね。あの、うん、たとえ一人でもっていう言い方はするけど。うんうん、でも、やっぱり。 自分も信じてるし向こうも信じてるっていう気がする関係が今までもたくさん作られてきたなっていうのはああ本当だたとえ一人でもっていうのは口では言うけど嘘かもね。 本当に孤独になったら言わる勇気はないね俺が仲間ができたと思ったのは何千人もいる会社辞めてからだからね。勇気っていう言葉だけについてなんかこう業のの島を作ってみたいねそ勇気に関わるものばっかりの授業があるっていう島を作ってみたいね。 大好きだよその勇気は、はい、本当に面白いし、うんうん、ありがとうございます本当にノンストップでお話いただきまして、はい、どうもありがとうございます75分はね足りないんだよ俺たちには <laughs> 1分いくらだと思ってんだ <laughs> <laughs> どうもありがとうございましたあまもし伊藤さん田中さんからあのそれぞれ、まあ、お知らせだったりメッセージだったりありましたら視聴者の皆様にいただいてもよろしいでしょうか はい。えっ、ー、と、どうも。えー、田中は、えー、広信と株式会社っていう、えー、ちっちゃいながらも出版社を今年始めて、来年から本格的に本を出したりとかするので、えー、また、あの、活動を報告しますんで、今後ともよろしくお願いいたします。僕はやっぱ学校のことかな。今、あの、お正月になった途端の午前1時から、 えー、どこでどう見られるかはまだ発表もしてないんですけどほぼ日の学校が新しくなるっていうことについての発表の生中継をします、うん、ぜひ見てください村上春樹がラジオをやるらしいんですよ<ー>でそれが1時に終わるらしいんだけど一 <laughs> 1>, 1時から僕ら始まるっていう <laughs> そのまま村上くんが僕らのこれを宣伝してくれたらすごくスムーズにいくようなお願いします ありがとうございます、えー、それではこの時間のゲスト糸井重里さん田中博信さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました,ました以上キラフェススペシャルトークでした続いては書店員さんからのコメントをご覧ください